最近は比較的暖かくなりました。久々のね、盛岡陸橋からの撮影ですよ。今回はホキ2000型、通称赤ホキのね、公衆輸送を撮影します。本ちゃんの赤ホキ講習の前に3075レ。EF66 型27号機が来てくれました。天気は残念でしたが、取れただけよしとしましょうか。そしてついに来ました、本日のメイン赤ホキ講習。指摘ありがとうございます。天気はね、ダメかと思いましたが、晴れてくれました。よかったです。あと今まで日本車両からの講習を担当してきた DE10 型、今後の動向が気になりますよね。今回は久々の盛岡陸橋からの撮影でした。過去の盛岡陸橋の動画のリンクをエンディングに貼っときますんで、気になる方はぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。